皆さんこんにちは、岡田克也です。新党の結党がいよいよ大詰めです。立憲民主党、国民民主党それぞれ回答する。そしてそこに集っていた人々、それから無所属、私も含めて新しい党のもとに集まる。この新党の結党、149名が参加することがすでに決まりました。私はまだ決まっていない人たちにも、さらに多少時間のずれがあってもぜひ参加してもらいたいと思っています。10日に代表を選ぶ選挙、党名を決める選挙があり、15日が結党大会ということで、まさに大詰めです。大事なことは、選挙も近い、その可能性もありますから、早く体制を整えること、地方の組織を作ったり、そして基本的な政策ももちろん共同会派として活動してきた以上そんな大きな違いはありませんが、しっかりと固めて、いつ選挙があってもいいように準備をしなくてはなりません。そしてやがては政権を担えるだけの政党としての大きな一歩、ここで歩み出すことになります。しっかりと力を合わせて頑張っていきたいと思います。大事なことは、選んだ代表のもとに組織としてしっかりまとまること、これが今までの野党に一番欠けてきたところ、政策の違いというよりはやっぱりここの部分だというふうに思います。そこをしっかりとやっていくことが大事だと、代表2回、幹事長3回やった人間としてそのことをつくづく感じています。代表選挙、私はもちろん枝野代表がふさわしいというふうに思っています。そして党名は、新しい党である以上、立憲民主党や国民民主党という名前ではなくて、民主党がいいのかなと、そんなふうに思っているところです。いずれにしろ、決まったことは全力でサポートしたいと思います。